やっこやっこ、イヤホン買ってるかい？ふぐみかんのイヤホンレビューの時間だよ。どうしても華やかなハイエンドモデルに目が行きがちだけど、その陰で伸びる定番モデルもまた、重要。今回紹介するのは、KB イヤーの新定番モデル、KB イヤーリトレクだ。公式で日本語だとワンちゃん、という愛称が与えられてるんだけど、パッケージの詳細表示がワンちゃんになってるのがちょっとシュールだな。製品の特性を見てみると、インピーダンス32オームなのが意外。このインピーダンスは、ざっくり言ってしまうとイヤホンのなりやすさを示す数字で、小さければ小さいほどなりやすい。一方で、小さすぎると反応が良すぎて、余計なノイズを拾ってしまう場合もある。この手の低価格機の定番のスペックは16オームなんだけど、リトル Q は32オームと、もうちょっと上位のモデルに多いスペックになってるな。ってことは、普通のイヤホンより若干音量は取りにくいけど、スマホとかでノイズが乗るのが嫌な人にはちょうどいいスペック、ということだ。6mm の複合樹脂振動板は、と定番のドライバー選び。ただし、複合樹脂振動板は、ちょっといいグレードで、この価格帯だと、単層の樹脂振動板を採用していることも多いので、実は結構堅実なもの選びである、ということが、スペック表だけでも見えてくる。そこに、ここまで外したイヤホンの少ない、KB イヤーの商品、となれば、期待値は高めになるな。外観から見ていこう。リトル Q の外観は、国内設計モデルだと、ファイナルの E シリーズに似ている、ほぼ同じサイズのドライバーに、筒状の金属構造となれば、そりゃ見るよな。イヤーピースがくっつくイヤーステムは直角に生えてるけど、本体が小さいので、装着する人の好む角度に調整できる。この手の小型のイヤホンは、リラックスしながら使えるのがうま味だ。ただし、本体が長いので、装着する人によっては、ちょっと耳から飛び出す。先日紹介した TRNST さんとかのようにゴロ寝で使うのには向いていない印象だ。似たような形状のイヤホンがいくつもある中で、リトル Q が印象的なのは、平面部分にパターンの施されたプレートがあること。すごく小さいイヤホンだからこそ、こういうワンポイントは印象に残るな。ケーブルは一見普通に見える真っ黒な被膜なんだけど、少しビニール部分が厚くなっているようで、多少安心感がある。ある程度弾力はあるけど、使っていてストレスを感じるような仕上がりではないはずだ。というわけで、埋没しそうな外観ながら、きちんと押さえるべきポイントは確保してある。そんな仕上がりに感じたぞ。国内でも1999円で購入でき、現在はクーポンも発行中だ。値段の手頃さや入手性の関係で、かなり魅力的に映るな。そうそう、今回はマイクなしを選択したんだけど、この手の低価格モデルらしく、マイク付きもラインナップされている。完全無線イヤホンで通話して、遅延や音質が気になったことはないかい？無線イヤホンは、通話時にモードが切り替わり、低音質になるので、通話中の音質をしっかり引き上げたい人には、マイク付きの有線イヤホンがおすすめだぞ。カラーの方も低価格機らしく、ブルー、ブラック、ガンメタルと豊富な上に、男性受けする、何にでも合わせやすいカラーピックアップだ。メタリックで、しっかりと高級感もある、背面のハニカムデザインが、メタリックな外装と合わさっていい雰囲気になってるな。というわけで、外装で見ると、しっかりと差別化されたイヤホンであると感じる、音色の方はどうなんだろうか？内装はさっきもちらっと話した通り、6mm の複合振動板ダイナミックドライバー、小型のダイナミックドライバーを採用した、定番のイヤホン、といった感じ。このタイプのイヤホンは、反応が良い反面、サブベースの臨場感は抑えめ、というモデルが多いんだけど。各色内容イヤホンだ。ファイナルの E500 や、ムーンドロップのクワークスなどの、人気2000円クラス小型モデルに対抗するようなサウンドだな。それらより優位なのは、金属製のハウジングを採用することで、反応が良いこと。それから、直径がそれら樹脂製ハウジングより細いので、より躊躇なく耳の奥までグリグリ押し込めるところ。耳の奥にグリグリ押し込める、つまりドライバーと鼓膜の距離が数ミリ近づくだけで、音色のダイレクト感がかなり違う。できれば、普段よりちょっと小さいイヤーピースを使って、普段より深い位置で装着してみてくれ。それでこのイヤホンの評価は結構変わるはずだ。このイヤホンの魅力は、高音域のソリッドさ。他のこの価格帯のイヤホンは、プラ系の素材を採用しているので、ハウジング側の反響が柔らかいものになりがちなんだけど、リトル Q は金属外装の旨味がよく出る、シャープな金属音を楽しめるぞ。浅く装着すると、空間を感じる音に、深く装着すると、シャープさとソリッドさが引き立つ。ただ、浅い装着でも高音域はソリッドめに仕上がっている印象だ。個人的には、ちょっと浅めに装着して、ライトな装着感と、引き付かれない距離感を楽しむのがおすすめだな。でもって、深く装着してサブベースを増大させるのも良い。すでに購入してる人がいたら、装着の頻度にはちょっとこだわってみてくれ。
超価格帯のライバルたちと比較すると、D500 の音色が一番近い。ただし、さっきも言った通り、金属外装で高音域のきらめきが強化されているので、より高音がキラキラした音色を楽しみたいなら、リトル級がおすすめだな。あ、もちろん刺さる音域は出てないので、安心して聞けるぞ。より高音域が優しい、女性的な音色が好きな人はクワークスやイーセンがおすすめになる。バランスが取れていて、高音域にメリハリがあるのが E500。さらに高音域を気持ちよく聞けるのがリトル級。高音域が優しくてバランスが取れているのが、クワークス、という印象だ。どのイヤホンも、2000円ながら、独特の世界観を持っている。これだから低価格収集はやめられないんだよな。音色を分解してみよう。このイヤホンで最も個性的なのは高音域。複合樹脂振動板かつ 6mm という小型ドライバのうま味ポイントである。高音域の反応の良さが、チューニングと金属音の強化でよく引き立っている。スマホに直接装着した場合、若干擦れるように聞こえるような場合があるけど、これはスマホ側の個性も大きそう。高出力で、高音が鋭い DAC とかにつなげると、高音の擦れや刺さるような音は一切発生しなかった。また、スマホでも深い音にまでは至らず、あと一歩で踏みとどまるので、高音は気持ちよければ気持ちよいほどいい人向けになるだろう。中音域、ボーカルも若干爽快感に振っていて、厚みや温かみはあんまり期待しない方がいい。ただ、音として前に出てきているので、ボーカルが弱いイヤホン、とは感じないな。低音域、サブベースまでしっかりと感じられる。スカスカなんてことは全くない。密閉を高めて低音を出すタイプなので、ここに弾力があって、高音域などのキラキラっぷりは感触なんだけど、低音域には量感と温かみがある。低音域までソリッドなイヤホンが欲しい人は、もうちょっと上の価格帯になってしまうけど、KBR アークや、他社のカーボン系コーティングのイヤホンを検討するのをおすすめするぞ。空間表現は、軽く、浅く装着するとよく広がり、深くねじ込むように装着すると、狭くなる。狭くなるが、頭の中で鳴っている印象はないな。密閉度が上がった感じ。この形状ゆえに、装着は結構ユーザーの裁量に委ねられるところがあるので、あえてポジションを変えて遊ぶ、というのもありだと思う。というわけで、しっかりと、他の2000円クラスのトップランクに対抗できる一本だ。ね、本としては、ちょっと本体が長いので向かないものの、リラックスして聞くにはこういった小型軽量イヤホンは適している。そんな中で、高音がキラキラなモデルはどれですか?と聞かれたら、今はリトル級と答えられるな。低価格ながら、出落ちのない量産モデルは、本当に安心しておすすめできる。大型のイヤホンが苦手な人、小径のドライバのイヤホンが手軽に欲しい人、リトル級はかなり頑張ってるぞ。と、こんなところだな。KBR は以前、ST1 というモデルを発売していたんだけど、今回のモデルは、外観、音質ともに個性的で、大量に発売されている低価格モデルの中でも、印象に残る一品だと思う。セールのついでとか、そんな時に。それから、今出てるクーポンの勢いでいかがかな?と、言ったところで今回はここまで。